こんにちは。今日は横浜駅南西口のすぐ前にブースイベントやっています。本日 EV マートの電動キックボードマンティス10、こちらの商品のマンティス10は3月中旬幕開けで出ます。もしよろしければ EV マートの公式 LINE アカウントもできましたなので、こちら友達登録しましたら皆さんにいろんな特典があります。キャンペーンもやっていますので、ぜひ応援お願いします。こちらのマンティス中、簡単に説明しますと、マンティス中は10インチのタイヤが持っている電動キックボード、折りたたみ形の電動キックボードです。こちらの電動キックボードの特徴は、まず公道を走れるタイプです。国道交通省の保安部品は全部付いてありますなので、日本で公道を走れるんです。次はフルアルミニウムなので全然錆びない。また今日本に初めてこちら入ったんですけれども、海外で30カ国で前から販売されてるなので、レーサーさんも電動キックボードのレースもありますところで、私たちも今度日本で作ろうかと思っているんですけれども、電動キックボードのレーザーさんたちもこれをもうよく使っています。またこちらの商品は IPX5 防水の資格も持っているなので、ちょっとだけ雨でも全然問題なく乗れます。またアウトドアで乗ってきました、アウトドアでちょっと乗ってきました、泥になりました、泥だらけで帰ってきて水で洗って拭いて片付けて OK です。パワフルのモーターがあるので、後ろに500ボルトのパワフルのモーターがあるので全然問題なく坂道も登ります。フル充電で16円かかります。16円で40キロ走れますなので、16円で40キロに行って帰りましたみたいになるので、省エネもう使って節約もできます。また安心安全で1年保証ついてありますので、全体保証ついてありますので、お客さん安心して買えます。日本の会社でございますので問題なく、もし万が一何かパーツの交換とか何か必要でございましたら、うちの会社に連絡していただきましたら、すぐ日本全国メンテナンスの対応 OK です。できます、全然問題ない。実物を見て、こちらの商品の実物を見て触ってみて乗ってみたいお客さんもいらっしゃいましたら、試乗体験もできます。試乗体験の場合も作れますので、遠慮なく実物見たい、試乗体験したい方は私たちの公式 LINE アカウントと SNS を必ずフォローしてください。私たちは今日と同じようにさまざまな場所でさまざまなイベントに出てますので、お客さんと会って実物を見てもらって試乗していきたいと思います。よろしくお願いします。お客さんはこういうかっこいいものを見ていろいろ説明聞いていきます。ご興味がある方はぜひ私たちの試乗体験イベントや展示会にぜひ参加してください。うちのチャンネルも
登録していろんな情報とか、これからも今日言いますけれども電動キックボードアカデミー始まります。いろんな動画で電動キックボードと電動乗り物の乗り方とかルールを楽しく説明します。ぜひフォローお願いします。